ベーシックインカムを導入すべきっていう理由の、一つとして、人がより直感的に、感性のままに生きれるようにしたいっていうのがあるんですね。というのは、例えば、僕自営業なんで割と動きやすいんですけども、例えば何か今日したいとか明日したいとか、来週したいとかでも、予定があるわけですよ。皆さん普通の人はサラリーマンとかパートタイムでも何か、やろうとしても行動できないわけです。仕事が入ってて。で、なんでじゃあ仕事が入ってるかっていうと、やっぱ生活のために仕事があるわけですけども、何かしたいと思ったとしても、お金が必要、また仕事があるっていうので、直感的にこうしよう、ああしようっていうふうに心の声とかを感じたとしても動けないわけですよ。なので、そういったお金とか仕事に縛られずに、生きやすいようにしたいっていうのがあるんですね。もちろん、専門的な仕事で、人間がやらなきゃいけない仕事、もうメンテナンスとか維持とか、もう絶対にこれはもうやらなきゃいけないっていう仕事が、ある人は、お医者さんとかもね、なんかインフラ整備とかもいろいろあると思うんですけど、そういう人はもう、申し訳ないですけども、例えば人間じゃなくても AI とか機械とか代用できたり、必ずしも、仕事しなくてもいいような、ことってあると思うんですね。そういう時に、ベーシックインカムで、仕事をしなくても生活できる、またはベーシックインカムプラス、自営業とか副業で、生活できるようになれば、各人が思い思いのままにもっと生きやすくなると思うんですよね。今はそれがちょっとなんかしたいなと思っても、お金が必要だなとか、ちょっとしたいなと思っても、今日これから仕事だとか、で、何かしたいことのために今日休みますとかできないじゃないですか。なので、だから僕は結構自営業というか自由業とかそういう感じで、うまい感じで僕はやってますけど、普通の人はやっぱそれができ、でき、しに、できない、もしくはしにくいような状況だと思うので、そういった足かせを取りたいっていうので、本当に各人一人一人が、その人に合った生き生きした生き方っていうのがあると思うので、それをしやすく促すために、ベーシックインカムっていう制度があった方が、そういうふうになるなと僕は思ってるんで、ベーシックインカム導入したいなと思っております。ということで、何かの参考になれば幸いです。